目黒駅にやってきました。東急目黒線、東京メトロ、南北線、都営三田線と、まあ、いろんな鉄道が来てるみたいですね。まあ、山手線もあるんですけどね、東日本旅客鉄道山手線、ね、で、まあ、目黒駅の駅前風景はこんな感じで、ただここは目黒区じゃないんですよね。目黒駅が目黒区にない、品川駅が品川区にないというのはあまりにも有名すぎるんで、あまり鼻高々に語ることはできないんですけども、田舎建てそばだって田舎なのかな目黒の場合は目黒の地名の中に中心となるような駅が他にないので、やっぱり目黒の入り口っていう意味で、まあ、ここが目黒駅なのはよくわかるんですけど、品川の方は大井町駅が品川っていう駅名でもおかしくないよなっていう気はするんですけどね。あ、おしゃれな美容室がありますね。あ、そう、この辺り目黒駅の周辺は自動車一方通行ですよ。だから道がね、二股に分かれてて、だから一方通行になってるんですよね。あんまりその、なんていうのかな、初めての人に優しいシステムではないですよね。まるで八戸みたいじゃないかって悪口を言いたくなってしまいますよ。うん、高級バスが来てますね。あ、そしてカエル、コロちゃんだっけ、ケロちゃん、コロちゃんか、あ、違う、ケロちゃん、コロちゃんですね。左がケロちゃんで右がコロちゃん、このまつげがあるかないかが違いなんですかね。なんか小さい頃ドラッグストアに行ったら、なんかケロちゃん、コロちゃんの指人形をお店の人にもらったことがありますね。今でもそういうことやってるんでしょうかね。なんか小さな子供とお母さんが一緒にお店に来たら、じゃあサービスで指人形あげましょうって言ってね、ケロちゃんの指人形プレゼントみたいな、そういうことをよくやってるんでしょうかね。今でもその指人形ね、家にありますよ。使わなくなった CD プレイヤーの上にね、飾ってあります。なんかこの辺はなんか飲食店街になってきましたね。この辺りから目黒区なのかな。なんか雑然とした飲食店が多くなってきてね、こういう風に食品模型にちゃんとラップがねかけられてますよね。やっぱり食品模型もね、汚れちゃいますからね。模型といえどもあまり存在な扱いはできないですからね。そして権之助坂商店、あ、そっか、権之助坂っていうなんか坂道なんですよね、ここはね。目黒は坂の町ですからね。そしてちょっと見てください、この階段ね。なんかスタジオジブリのアニメに出てきそうですよね。スタジオジブリの主人公がなんか駆け下りたり駆け上ったりしそうな、なんかそういう路地裏の階段ですよね。なんか落書きがなんかね、落書きもなんか実は、ちょっと風景に一役買ってるというか。この辺りは正真正銘の目黒区なんでしょうね。目黒駅の辺りはその品川区なんですけど、目黒っていう町の入り口駅なんですよね。東急バスが非常に多いですね。東急バスの嵐ですよ。東急バスっていうのはプライドがあるんでね、バス停もね、ちゃんとほら東急マークがね、ちゃんと頭にくっついてるんですよね。東急バスは他のバス会社とは違うぞっていうね、そういう意思の表明なんでしょうね。目黒新橋ですね。新橋のつく橋って多いですよね。目黒川っていうね、川なんですけど、中野新橋なんてもあります。まあ、新橋っていうのもあるのかな。で、向こうに煙突みたいなのが見えると思うんですけど、清掃工場ですね。ゴミを燃やすとこですかね。まあ、ゴミを抹殺するというかね、まあ、焼却処分ですね。まあ、目黒川もね、なんか有名ですけど、まあ、汚いというか、バッチリ川ですよね。なんか、落ち葉が揺れてたりとかして。
で目黒川渡ると今度は大鳥前商店街ですかね、爽やか信用金庫ですかね。なかなかこちらの商店街は古めかしいものがよく売られているようで、やっぱり駅の近くよりもやっぱり素朴な感じがしますね。おまわりさんがねちゃんと見張ってるので安心できるというね、そういう一面もあるのではないかと思うんですけど、なんか提灯がぶら下がってますよね。提灯がぶら下がってるとなんか神社的な匂いがするんですけど、やっぱり神社、なんかお店の前によく黒板って置かれてますよね。なんか黒板ってさ、こういう風に黒板ね、やっぱりホワイトボードよりも黒板の方が風情がありますもんね。で黒板といえば学校の教室にあるってイメージですけど、学校の教室にある黒板ってさ、黒くないですもんね。世界人類が平和でありますようなね、お決まりの、ステッカー、そしてなんか味わい深いね、郵便ポストがありますよね。なるほど。あ、爽やか信用金庫。なんか先ほど商店街の入り口に広告として出てた銀行はこれですか。高崎。山手通りとの交差点を渡っていきます。大鳥神社交差点ですね。ね、山手通り、目黒通りですね。で交差点の角には、慈しみ深き親子の像ですかね。でも親子のお母さんはなんかパソコン持って、ニコニコ生放送出演するってなんか子供に誘ってるんでしょうかね。パソコンですよねこれね、ノーパソでしょ、お祭りのため混雑が予想されます、ご協力お願いします。だっておお、神社の祭りですか、ね、大鳥神社ですね。神道って書かれてますね、神道。まあ神道っていうのは、まあ、以前将棋の動画でも雑談で話しましたけど、まあ、神道っていうのはさ、神様たくさんいるんですよね。だからこういうものを神様とみなすとか、そういう絶対的な定義があるわけじゃないんですよね。だからさ、私が神社作っちゃってもいいんでしょ別に。勝手に神社建てて、神社です。祀っている神様はなんちゃらかんちゃらほんちゃらです。ね、勝手に名乗っちゃってもいいんじゃないですかね。そしてここがかの有名な目黒寄生虫館ですね。あれでも今日休みなのか？あ、今日休みですね。月曜日火曜日は休みですね。今日月曜なんですよ。入館料無料でね、寄生虫、楽しい寄生虫がね、たくさん拝めるということでね、非常にこう、よく知られてますよね。まあ、B 級スポットってやつですかね。お台場とかね、六本木ヒルズとか、秋葉原電気街とかが A 級スポットだとしたら、目黒寄生虫館っていうのはちょっとマニアックだけど、まあそこそこ知られてるっていうね、なんか寄生虫はなんか標本展示とかあったような気がしますね。ちょっと結構昔行ったんでちょっとあんまり覚えてないんですけど、寄生虫といえば北海道にはエキノコックスっていう寄生虫がいて、このエキノコックスに取り憑かれてしまうとなんか手術しないと治らないっていう話をね、たかが寄生虫、されど寄生虫。だけど北海道にもさ、湧き水とかありますよね。大丈夫なんでしょうかね。なんかキツネがエキノコックスを持ってるんで、キツネには触らないようにしましょうとか、もしキツネを触った時はすぐ手を洗うようにしましょうね。キツネを触った手でご飯食べたりしちゃいけませんっていう話を聞くんですけど、まあただ湧き水を飲むくらいなら大丈夫なんでしょうかね。まあその辺のところさ、脅かすだけじゃなくてちゃんと正しい情報というか妥当な情報を教えてほしいですね。
どのくらい注意しなきゃいけないのか、どのくらいビビんなきゃいけないのかっていうかね、キノコ草怖いぞ怖いぞって脅すだけ脅しといて、じゃあどうすりゃいいのってね、湧き水も飲んじゃいけないんですか、でキツネ、あのキツネが出現したら逃げなきゃダメですかってね、うん、あなんかバス停ちょっとなんかこなんか高級というかいろいろ高品質ですよね、機能が多い、先発自発とね、あの行き先表示まで表示されるみたいですね。うん、目黒競馬場跡だって、馬ですね、競馬場があったんだ、ほう、まあ、東京にはあの競馬場って他にもありますよね、府中でしたっけ、品川区だっけ、港区あたりにもありましたよね、なんか東京モノレールの駅にあったような気がするんですけど、まあ、目黒っていうのはね、その目黒の中心部に駅があるわけじゃないので、ちょっとつかみどころない場所でもあるんですけどね。そして油麺交差点という場所なんですけど、目黒通りをさ、逸れてみましょう、交番の角を右へ曲がっていきたいと思います。あ、工事やってんのか、なんか古そうな展示箱ですよね、千勝松、うん、まあ多分薬屋だと思うんですけど、ガス管の取り替えか、うわこれがガス管ですか、バッチそうだな、あ臭い臭い、さすがガスですね、なんか手術してますね、まあ、工事っていうのはね、道路の手術みたいなもんですからね、まあ、手術が多すぎるとこういうふうに道路が亀裂だらけになりますもんね。そして美味しそうななんかパン屋さん、パン屋さんもやっぱり照明気をつけないといけないですよ、パン屋の照明っていうのはやっぱり暖色系というかオレンジ色っぽい色にしておかないと売れないですからね、パン屋さんやってんのになんかあの青いあの照明を使ってしまったらね、どんなに腕のいいパン職人がいてもね、一瞬にして台無しですから。おガチャポンですね、うーん、芋虫だって、芋虫3、なるほど、100円、最近さガチャポン100円のガチャポンも珍しくなりましたよね、でこの芋虫っていうのをさガチャポンのおもちゃにするっていうのは非常にセンスがいいなって思いますよ、やっぱりかっこいいものとか綺麗なものだけを題材にするっていうのはね、あまり感心できないですからね、やっぱり芋虫とか毛虫とかそういう風にね、なんかそのお母さん方がね、気持ち悪いよ気持ち悪いって言ってなんか叫びそうなものをあのおもちゃにしていくっていうね、そういう、態度がね好きですね。しかし最近さガチャポンって200円とか300円ばっかりですよね、あんまり興味はないですけど、かつてはさガチャポンって100円が当たり前でしたからね、100円で買えるからガチャポンはさね、ポーンと出てくるわけですから、200円とか300円じゃさなんか気軽にできないですよね。この辺もちょくちょくと食い物屋がありますよね、目黒4丁目こういう風に古い、なんか古い扉とかね、ちょっと古びちゃって障子がボロボロになっちゃってる気配も感じられますが、目黒駅前じゃなくてこれが本当の目黒ですからね、皆さんぜひね目黒の本当のほら阿鼻子屋布団店はこんな感じで、年季の入った看板、そしてしかも有料店ですからね、お店は見た目で判断しちゃいけないですよ、古そう、古なんていうの、お店の店構えがなんか古そうだから古いものしか売られてないんじゃないかなんて、そんな偏見をしてはいけないですからね、それは大変失礼な失礼ですから、やっぱりちゃんと有料店かどうかっていうのを確かめてね行かないといけませんからね。もうセミが鳴いてますね、セミ様が鳴いてらっしゃいます。セミを食べるっていうと寄生虫が心配っていう人がいるんですけど、さっき目黒寄生虫館っていうのがありましたけど、
寄生虫を防ぐために加熱するんですよ。だって豚肉とかさ、だって寄生虫の宝庫だって言うじゃないですか。で、豚肉は生で食べてはいけませんって言いますよね。なんでかっていうと、やっぱり寄生虫がうじゃうじゃしてるから、やっぱり加熱して火を通して食べましょうねっていうね、それと同じことですからね。寄生虫がいるものは加熱しても食えないっていうんだったら、豚肉は食べないでくださいよ。まあ皆さん別に昆虫別に食べなくてもいいですけど、別に。まあ、こういう風に道路に緑色で塗られた部分をグリーンベルトっていうらしいんですけど、本当なんですかね。まあ、小学生の時にさ、あ、ちょっといいですか？ちょっとさ、これひどいですね、この落書き。何これ？ねえ。表はちゃんとね、張り紙が貼られてますよね。どうせさ、なんか夜中にさ、不良どもがバイクでやってきて、スプレーをプシューってやってんでしょう、どうせ。俺たちは落書きマンだぜってね、バイキンマンじゃないですけど、そんな感じでさ、あのホームセンターで買ってきたスプレーをさ、なんかバイクでさ、走りながらさ、プシュプシュしまくってんじゃないですかね。まあ、偏見なんですけど、なんかそんな風に不良はバイクに乗ってるっていうイメージが強いんですよね。まあ、そんなこと言うと、善良なバイク乗りにね、大変失礼な表現になってしまうんですけど、でもその不良たちがバイクに乗って落書きをするのがいけないのであって、私が悪いわけじゃないですからね。てかこの辺なんかお墓が多いですね。外場がたくさんニョキニョキっとね、見えてますよね、こういう風に。そう、なんかそのさ、歩道というかその道路に緑色く塗られてる部分をグリーンベルトって言うんですよって小学校の時なんか先生が言ってて、グリーンベルトを歩きましょうとか、なんかそんなようなこと言ってたんですけど、あ、祐天寺か。でもそれ正式名称なんでしょうかね、グリーンベルトって。祐天寺っていうお寺ですね。まあそんな大したこともないですけど、ただ祐天寺っていう駅もありますからね、東急東横線に。ね、やっぱり黒板ですよね。やっぱりこう大事なことは黒板に書くって、これ大事なことなんですよね、やっぱね。ホワイトボードなんかに書いていてはありがたみがありませんからね。だからレストランの店先にあのお品書きを黒板に書いておく、書いて立てかけておくっていうのはよくあるんですけど、あれは要するにお店のなんていうのかな、料理をより美味しそうに思わせるコツなんでしょうね。ホワイトボードで書くよりも黒板に書いた方がやっぱりね、美味しさのイメージ2割増しという、そういう法則がありますから、やっぱりお客さんに美味しいなと思ってたくさんお客さんに来てほしければ黒板に品物を書いておかなければいけないわけですよね。まあ祐天寺っていうのは駅名にもなってますけど、そんなに大きなお寺ではないですよね。そして祐天寺の正面玄関ですね。やっぱりほら黒板がね、ビシッとね、打ち付けられてますもんね。念仏の日、法話の日、十夜会、秋季彼岸会。あ、もう秋ですもんね。もう暑いですけど、秋、東京の秋は暑いですからね。そして写経会。写経ってさ、なんかお経の文字を、漢字をずらずらと書いていくってやつでしょ。なんか漢字南条ベンチャーベンチャーガンチャラベンチャラポンチャラクンチャラって感じで、なんか難しそうな漢字をずらずらと書いて、それをたくさん書くことによって心が清まっていくっていう、そういうそういう修行ですよね。まあ、あれはその、なんていうのかな、別にその、なんていうの、写経をすることによって心が綺麗になるとかね、人に優しくなれるとか、そういうことはないと思うんですけど、やっぱり漢字の練習にはなるでしょうね。まあ、漢字っていうのはね、非常に多種多様ありますから、まあ、その駒沢通りっていうね、この字だってさ、別にひらがなでも表現できるじゃないですか。ね。ローマ字でも表現できますし、でもやっぱりさ、駒沢通りはやっぱりちゃんと漢字で駒沢って書かなきゃ
なんかやっぱり駒沢って漢字がしないよね、やっぱり漢字っていうのはちゃんと書かないと漢字悪いよねみたいな、そういう感じがしますから、やっぱり漢字は知らなくても日本語が できないわけではないですけど、やっぱり漢字をたくさん書けると表現の幅が広がりますよね、やっぱね。ほらほら、やっぱり黒板ですよね。なんかカタカナとさ、アルファベットばっかりですね。漢字がない。ちゃんとさ、写経をして漢字のお勉強した方がいいですよ。漢字は読めるんだけど書けないっていう、そういうパターンが多いんですよね。漢字はなんだかんだで街中に溢れてますから、読めるんですよ、読めるんですよね。こうやって不動産とかさ、まあ、不動産くらい書けますけど、ね、黒板だってさ、ちゃんとその書けますけど、たださ、ちょっと難しい漢字になってくると読めるんですけど、なんか書けないっていう、そういうパターンがね、やっぱりそのね、コンピューターをよく使いますから、ね、警視庁とかだってさ、警視庁とかだってひょっとしたら書けない人いるんじゃないですかね。ちょっと警視庁って書いてみてくださいって言われて、あれ警視庁、あれ警視、あれあれって、そういう風になっちゃうかもしれないですけどね。まあ、漢字なんて書けなくてもワープロで打つから問題ないよっていう人もいるかもしれませんけど、でもさ、どんな場所にでも印刷できるってわけじゃないですからね。あ、ちょっとメモしなきゃとかね、そういう時に、全部何でもかんでも印刷できるとは限らないですから、やっぱりね、ある程度漢字は書けた方がいいですよね。まあ、その言葉っていうのは自分にも言ってるわけなんですけど、世の中の漢字の全てが全部印刷された文字になってしまって、手書きの漢字っていうものが滅んでしまったら、それはそれで寂しいですからね。そしてまた山手通りに戻ってきましたね。山手通り、あ、ちょっといいですか、ちょっと見えますかね、逆光で見えづらいと思うんですけど、駒沢通りのところにローマ字で駒沢通りって書いてあるじゃないですか。こういう表示をなんか今後なんか変えていくらしいですね。なんか2020年に東京オリンピックがあるから、で、外国人の方々がね、たくさん日本にいらっしゃるということで、外国人に分かりやすい表示にしようっていうんで、まあ、例えば市役所前っていうふうに書かれてたとしたら、そのローマ字でその市役所前、つまり SHIYA、 まあそんな感じで書くんじゃなくて、英語でシティオフィスにしようとか、そういう表示の切り替えをしていこうっていう、そういう方針らしいんですけど、それどうなのかな。じゃあ、みずほ銀行とかあるじゃないですか。みずほ銀行にっていうのアルファベット書きするんとしたら、何、みずほはもう固有名詞だからしょうがないけど、銀行はバンクにするんですかね。でもさ、思うんですけど、その駒沢通りっていうのはもう駒沢通りでもう全部それで固有名詞みたいなもんなんですよ。で、市役所前っていう駅とか交差点名も、それは市役所前っていう一つの、それで一つなんですよね。だからそれをさ、分解して言葉の意味をね、その市役所前っていうのは英語で言うとシティオフィスって意味だからとかね、そういう風に分解しちゃうとさ、それってどうなのかなって思うんですけどね。逆にさ、例えば日本人がアメリカに行きましたと、そしたらアメリカには日本人に分かりやすいような表示をしようという、まあ、そういう風潮が蔓延していて、例えばアメリカバージョンの市役所前駅っていうのがあったとするじゃないですか。そしたらそこにはふりがなで、なんていうの、ひらがなで市役所前って書いてあるんですよ。でも現地の人は市役所前って言っても分かんないんですよ。シティオフィスステーションなわけですよ。だからすいません、すいません、市役所前って言っても、え、何それって言われちゃうわけですよ。それが果たして外国人に親切なんだろうかって思うんですけどね。その市役所前っていうさ、その発音でさ、そのシティオフィスを意味するっていうか、市役所前って意味だってことぐらいさ、日本に来るならさ、覚えてこいよって話なんですよね。
まあ、そして、東急東横線中目黒駅ですね。ここも非常に賑わっている場所なんですよね。たくさん人々が歩いております。まあ、高架下っていうのはジメジメっとしてて汚らしいイメージがありますけど、なんかさすが東急の駅だけあって、なんか駅も小綺麗な感じですね。やっぱり目黒区で一番ね、賑やかな駅って中目黒なんですよね。特急も止まりますもんね。あの駅の放送案内を聞かせるために喋るのを一時停止しておりました。まあ、要するにね、東急東横線と、東京地下鉄副都心線と、東武東上線がね、相互直通運転をしてから、まあ、それからずいぶん久しいですからね。まあ、電車が来てますけど、まあ、しかしここから和光市まで行く人がどれだけいるのかって話ですけどね。和光なんてもう埼玉県の、まあ、埼玉と東京の県境付近ですけどね。まあ、和光編もやりましたよね。さあ、こちら側に行きましょうか。しかしさ、副都心線と直通運転が始まって、新宿や池袋に行きやすくなって、東急東横線の人たち万歳だって言いますけども、でもさ、日比谷線直通はさ、中止になっちゃったじゃないですか。それって本当に便利になったって手放しで喜んで良いのでしょうかね。日比谷線直通だってさ、ほら、東京の都心にズカンとね、突き刺さるような感じで行けたんで、それはそれで便利だったと思いますけどね。まあ、中目黒駅での乗り換えはまあ便利なんで、そんなに不便になったわけじゃないですかね。魚を食べる夢を見た。それは素晴らしいですね。私、魚食べる夢なんか見たことないですよ。うん、というか、食事をしてる夢っていうのがあんまりないんですよね。あ、そっか、それがいいのかな。やっぱりその、あんまり食事にこだわりがないから、魚を食べる夢も、肉を食べる夢も、野菜を食べる夢も、お菓子を食べる夢も見たことはないんですけども、でもそれは別にその食べ物にそんなに困ってないっていうことだから、食事をしている夢を見たことがないというのはね、非常にこうありがたがるべきなのかもしれませんね。やっぱり目黒区の中心駅は中目黒ですね。まあ、中目黒は中目黒っていう地名の他にちゃんと目黒っていう地名もあるんですけどね。野郎ラーメンね、やっぱりラーメンってちょっと乱暴さも必要ですよね。焼肉先生だって先生なんだな。焼肉ってなかなか奥が深いというか、ね、豚肉はちゃんと焼かなきゃいけないし、焼肉ってね、そんな初心者に優しい食べ物じゃないですからね。やっぱり一元さんはちゃんとこう先生に教わって焼肉をいただきましょうねっていうね。以前ここにブックオフがありましたね。今はローソンとカラオケボックスですかね。ブックオフなんか結構潰れてますよね。やっぱりブックオフはさ、その、ね、本の価値がわからない人から本を買い取ってそれを売ることで利益を出してたって、そういう感じがありますもんね。もうなんかヤフーオークションだとか、楽天だとかアマゾンとか、なんかいろんなものが普及しちゃったら、もうなんかブックオフの出番がなくなってきちゃったのかもしれないですね。あ、格安、あ、なんでも酒屋、格安がありますね。格安もね、最初出てきた時はなんて露骨な名前なんだろうと思いましたけど、たくさん増殖してしまうと違和感なくなっちゃいますもんね。違和感のあるお店の名前も数で押し切りゃ正義っていう、そういう話ですかね。なかなかリサイクルショップではなくて、アンティークじゃなくて雑貨屋さんでしょうかね。おしゃれな雑貨屋さんとか、まあ、結構山手通り沿いも賑わってますよね。まあ、工事が多いことで定評のある山手通りですけど、
まあでもこれ以上進んでいってしまってもね、あの山手通り動画になってしまうので、まあ、そろそろね目黒編は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。